一日よく働きましたっと。おお、マスターか。いや、なんか雰囲気おかしくね。殺伐としてるっつうか、いや、むしろ和んでんのか。バレンタインデー、なんだいそれ。なるほど、意中の輩に一発必中狙い撃ちか。面白い祭事を考えるもんだな。いやいや、宗派違うし興味もあまりないし、ま、その日はおとなしく部屋にこもってるとするか。じゃあな、お前様も食いすぎには気をつけろよ。宗派違うし興味もないしとか言っておきながら普通に手に入れちまったな。まあ、もともと破壊層みたいなもんだし、チョコを送ろうが送る前が問題ないし、送ることが重要なんだから、今からでもそっと渡すか。乗った！なんだ、マスターか何か用か。用があるから来たんだな。そうだな。なんだいこれ。くれんのこれ。おう、くれたもんはもらっておくが、俺プレゼントの用意はしてないぜ。いや、したんだけど話の流れで思わず嘘ついた俺のバカ。そうか、日頃のお礼か。うん、それならありがたくいただくよ。感謝の贈り物とそれを受け取ることへの感動は万国共通だろうからな。あげたかったか。うん、いいな、そういうの。ありがとよ、マスター。丁重に受け取らせてもらう。恥をかくか。ああ、実はだな、チョコレートあるにはあるんだよ。くれてやっても全然構わないんだが、これ普通のチョコなんだよな。ブーディカから食堂の手伝いやって手に入れたやつ。いや、全然問題ないよって言うがな。そりゃお前様は問題ないだろうが、俺の保険に関わるだろう。だってさあ、ほら見ろ、やっぱりしっかり手作りだよ。チョコから人間力が溢れてるよ。こんなのもらって素のチョコを渡せるほど俺の顔は分厚くないやい。ごん、というわけでだ。一日待ってくれ、本物のチョコを用意するからな。なお、日時と贈り物は多少の誤差があるかもしれません。あらかじめご了承いただけると幸いです。うん、頼む。正直一日で何か作る自信はない。そりゃあね、今からどんなのを送るか考えないといけないからな。
できたぜマスター。早速だが見てくれ、こいつでどうだ。聞いた話じゃチョコの中に何か入れるのが定番らしいな。俺といえばこの種子島だろ。だから入れてみたぜ黒色火薬。あ、そういえばそうだな、瞑想してたわ。すまん、もうちょっと待ってくれ。できたぜマスター。ほいパス。うん、俺が昔食ってた山菜を入れてみた。ダメか。そうだよね、冷静に考えて山菜はないよな。すまん、ワンモアチャンス。はい、これは回収。じゃあそういうことで。いよーマスター、ようやくなんとかなったぞ、バレンタイン。うん、まあバレンタインはとっくに終わっちまってるけどな。それはそれとして、試行錯誤の上に完成した代物なので、受け取れ受け取れ。黒色火薬、山菜を経てようやく俺のチョコが完成した。ちょいと雑なのは認めるが、味はいいぞ。俺も味見したからな、問題なしだ。名付けて、ハンニャトーボンボンだ。だろ？美味しいものと美味しいものを足せば、大体美味しいと相場が決まっているからな。日本酒とも言う。遅れに遅れて悪いとは思うが、この数日間結構面白かったぜ。遠慮せず皆で食うといい。ああ、でも酒飲みの連中には内緒だぞ。あいつらなら一息で食べちまうだろうからな。